卓上ラボ。ですね、私が喋りすぎてですね、追い出されてしまいましてですね、今ガストにおりますけれども、下北沢のガストに移動して、まあ今日日ね、おそらくこうガストで岸田局長の選挙について語ってるやつ、宇宙で俺らしかいないと思うんだけども、なかなかいないですね。なかなかいないでしょ。選票ですね。第18回1974年、はい、清水邦夫さん、戸塚康平さんが受賞した回でございますね。石澤秀二さん、はい、塚康平氏の受賞について積極的に反対はしない、うん、異邦人の世界を寛一お宮の熱海に移し替える才能が今後どう展開されていくか注目したいと書いてございますね。シンプルだね。まあさっき言ったようにこれ異邦人の話だった、まあね、ちょっとこう文学趣味の方には分かりやすいんですが、まあこれは明らかに神の異邦人の世界である、まずはね。でそれをまあ言ってみれば、その寛一お宮、寛一お宮って分かる？寛一お宮は本家はちょっとあんまり知らない。まあなんとなくね、イメージとしてね、はい、金色夜叉というのがありまして、うん、まあ言ってみれば女が男を裏切ったのは金のせいっていう、現代のですねフェミニズムに関して即してみるとですね、非常にもう発禁物の、まあ大昔の古臭いお話があって、で熱海の海で男が女を足毛にするという名シーンがあるんです。お前なんかって言ってっていう、まあその古臭い話をその異邦人の神の世界に翻訳したものですねって言ってるんですね。まあ積極的に反対はしない、今後どう展開されるか注目したいというように、まあいいんじゃない頑張ればっていうような、ぬるい意見ですね。さっぱりした、はい、なるほど、はい、次に田中さんですね、はい、臨場感という言葉がある。現場の生々しい空間をいながらにして体得させるような感じでレコードを聴いたりする再生作業で用いられるようである。まあ臨場感って言葉が新しかったんですかね、この時。うん、はい、清水氏のも塚氏のにも共にその臨場感にあふれ強烈である。近頃の新人はセリフなど書けないだろうと実は高をくくっていたが、その偏見はたちまちひっくり返ったので我ながら驚いた。両氏とも物言わせる術は見事である。ことに塚氏は若年にしてどこで習得されたのか、柔軟で縦横無尽だと書いてありますね。つまり臨場感にあふれていると言っておりますね。でセリフが素晴らしい、まあいうようなことで、まあ、絶賛なんじゃないでしょうか ね、 そうね、特に実は塚さんはお若いのに、よくここまでお書きになられますねと。なるほど、柔軟で縦横無尽だという、まあ、絶賛ですかね、これはね。はい、次別役みのるさん、はいはい、この塚さんが憧れた、ね、真似したという別役みのる、レジェンドは別役みのる、塚康平氏の場合は全ての言葉を類型として形骸化しないではおかないという悪意に満ちているようである。形骸化されたそれと己との間の距離の中に計量可能な批評性を確立しようとしているようである。ちょっと先生ちょっとこれお難しいですか？ちょっとこれお難しくないですか？はい、まあ、解説しましょう、はい、全ての言葉を類型パターンに落とし込もうという気概がまずある、うん、つまりね、あの俗化してるんですね、うん、つまりそういう一種の文学のファンタジーみたいなものを剥ぎ取ろうとしてるわけです。例えばだけどさ、あのさっき言ったようにさ、この話はさ神の異邦人が下敷きにまずはなってるわけで、神の異邦人っていうのは言ってみればとてもうっとりとした詩的な内省的な美しい言葉で綴られてる物語なんだけど、所詮こんなもんじゃねえかっていう風に形骸化してしまうわけですね。類型化した言葉に普通はその上に文学的なロマン的な衣をさ身にまとわせるんだよね、セリフというのは。だけどそれを剥いじゃうわけ。そうするとあけすけな露骨なパターン化されたものしか出てこないわけで、別役さんが言ってるのは塚さんはそれを一生懸命やってるっていうね。全ての言葉を類型化しパターン化し形骸化し、つまり俗っぽい言葉に翻訳し直してる。でそれは悪意だと言ってるのね。悪意に満ちている。すごく下品なこと言いますね。例えばあなたが好きですとかあなたのこと愛してますって言葉は、まあ言ってみれば今晩お前と寝たいっていう言葉じゃんみたいな風な意味ね。例えばの話ね。
もっといい例えあると思うけど、まあ例えばの話、つまりそれってこういうことだろっていう風に、そういう一見うっとりとした意象に満ちた言葉をの衣を剥いでパターンにして類型にしてしまえば、全てそういうあけすけな卑近な言葉にされてしまうと。それは塚さんの悪意なんだ。でだからその全ての言葉を類型として形骸化しないでは置かないという悪意に満ちている。ようであり、それは前提、はい、うん、形骸化されたそれと、うん、己との間の距離の中に、つまり今言ったように、そのようにそのパターンになってしまった言葉と、その自分の作ったロマンティックな言葉、文学的な言葉、うんうん、それの距離、その距離に計量可能な批評性を確立しようとしている。つまり、あなたを愛していますよ、今晩お前と一発やりたい、その言葉の間にこそ批評性があるんだと。それを冷静に計量しよう、測ろうとしていると言ってる。だからロマンを捨ててるわけじゃないの。ロマンチックな言葉とその本質のあけすけもない言葉、両方を測りにかけることで、言ってみればロマンの量を測ってる。それが批評性だと言ってる。で、そうした計量可能な批評性を確立しようとすればするほど、それ自体ではなく、その結果もたらされる寂しい感じによってより強く印象付けられるというように、作業の方向と全体の佇まいから受ける印象が裏腹な関係にあるように思われる。つまり本来であれば、自分のその言葉 の、 あのロマンみたいなものを測るためにあけすけな言葉との距離を測っているはずなのに、それをやることによって結果その作業が虚しく見えてしまっているになっちゃうと、本来そのロマンを測ろうとしてた部分が、ロマンが消え失せてしまうんだよね。だとすれば、その矛盾が今後の作業において死を苦しめることになるのかもしれないと言って、つまり彼の手法というものが彼自身の作技法と実は合ってないんじゃないかって言ってるんですね。塚さん自身のさ、セリフはさ、結構さ、ロマンあふれるさ、何か情熱的なセリフじゃん。ところがだけど、それを彼はその言葉を、もともと詩人でもあるからね、だけどそれを冷静に批評しようともしているわけ。でもその結果、そのロマンあふれるんで情熱的なセリフが冷静な批評によって、つまりその力を失ってしまうんだね。なんだこの人、熱いようでいて、その実その熱い自分のセリフをクールに批評しようとしてるんだって思うと、これって計算じゃなって見えちゃう。そうすると彼本来が持っているそのロマンス的な作風と、彼が推し進めようとしているそのある種距離を取ろうとするクールな批評性を持った書き方って分離してないって言ってる。はっきり言ってその通りですね。だからまあ別作先生は最大限評価されてると思うんですけど、まあ塚さんの本質的な部分を見てちょっと危ないなと言ってるという感じでしょうか。まあ、八木修一郎さんですね、はい、次はですね、塚公平氏は受賞がかなり負担になるかもしれない。氏は間違いなく戯曲を書く才能を持っているのだが、受賞という突発事件を冷静に処理して、賞とは関係なく自分で自分を認め直すというほどの傲慢さがこの際必要になる。戯曲の話じゃないですね、そうですね、態度ですねあのポットでの新人が受賞しちゃって あたふたしない方がいいよって言ってますね。その受賞によって自分の何かこう書き方とか態度とかを、あの有頂天にならずに冷静に処理して、あの受賞はまるでなかったかのように冷静にまた自分なりの本を書いた方がいいよという、まあなんていうか余計なお世話まあちょっと危惧してるというかね、あの乱れるんじゃないか、まあ老婆心を出しておられるという感じで、あんまり作品の批評ではないですね、これは。はい、で八代誠一さんですね、はい、人生を車に構えたような作者の柔軟な姿勢とエスプリのある会話が心地よかった、この早熟な作者が今後その優れた資質をどのように伸ばしていくか、半ば不安を持ちながら注目していきたい。みんな不安を持ってますねまあしょうがないっちゃしょうがないですよ、この時で塚越さん25歳ですから。で全くの無名、全くのほぼ全くの無名、とにかくこの1年前とかは誰も知らなかったような作家なので、突然現れて、はっきり言ってこの一作でポンと一人で取ってしまったという方なので、まあ言ってみれば苦労知らずな印象なんですね。塚さんは塚さんでいろいろあったろうが、本人なりには。ただまあ言ってみればこのね、この時同時受賞したこの
清水邦夫さんとかは、まあ、言ってみれば10年越しで受賞したりしてる方なので、ずっと取れなかったんですよ清水邦夫さんって。で最後の最後にやっと取れたって感じなんですね。に対して塚越さんはさ、ポンと出てきてポンと行っちゃったみたいな、同時受賞がこの2人だと結構、ね、残酷な引き合わせと言えるんだけど、まあ逆に言うとね、あの清水邦夫さんが取ったので塚さんは取れたという向きもあるのかなという気がしますね。塚さん単独だったらこの回では取らせなかったんじゃないかという気もしますね。 あまりにもポットでの新人すぎて、まあ清水さんが取ったんならルーキーとベテランでちょうどいいんじゃないって感じで取ったという向きはあるのかなという感じですね。まあ作品的な特に問題はないという感じでしょうか。山崎正和さん、はい、この人はいつも厳しいおじさんです。辛口、うん、はい、塚公平氏の熱海殺人事件は、うん、テーマと作風が明快に一致した佳作である。なかなかいいねって感じですね。知的な構想と乾いたセリフから見て、うん、この着想が行幸によるものではないことを信じて将来を祝うことに決定したと書いてございますね。行幸っていうのはたまたま偶然まぐれっていう人ですね。だからこの人は、まあ、まぐれじゃないんじゃないかというふうに将来を信じましょうと言っておられますね。知的な構想と乾いたセリフ、これを備えているということは、これはまぐれで書けたものじゃないだろうと。おまけにテーマと作風が明快に一致していると。で、まあ、大傑作とかではないがよくできているのではないでしょうかと、この山崎さんにしてはかなりねいい評価ですね。この方はいつもかなり厳しめのことを言う人なので、うん、っていう感じじゃないでしょうか。特に作品に問題はないという感じですかね。そうですね。最後に森秀夫さん、この方はね、はい、評論家の方ですね。この当時は、はい、塚氏の登場の仕方はいかにも新人と呼ぶにふさわしい魅力がある。日常的な言葉を駆使して奇妙で辛辣な時間を作り出す方法は初級革命講座にもよく出ているが、まあ飛龍ですね、うんうんうん、熱海殺人事件の方がより意識的であり構成も巧みであるということですね、うん、奇妙で辛辣な時間、うん、まあ確かに変ですよね、うんうん、例えばだから単純に言うと、まあ、不条理ってことなんですけど、うん、この刑事が犯人に、一人の青年を立派な犯人にみんなで仕立て上げていく、この時間ね、これ変だよね、明らかにおかしい。熱海殺人事件の方がより意識的だ、つまりね、初級革命講座の場合は、その飛龍殿の場合はちょっとね思いつきなんじゃないかという部分もあるんですよ。まあそしたら面白いじゃんっていう、つまりその機動隊員と革命家が、あの家では恋人同士だったら面白いんじゃねっていう一つの、まあコント種というかアイデアで多分できているんだけど、熱海殺人事件はそういう思いつきじゃなくて完全に構成がされてる、初めから構造がなされてる。それはさっき言ったように、つまり逆転可能なことが構造っていうのはすごく非常に大事なんですよね。つまり今そうだったものが逆の立場になるというのが構造ではすごく大事で、そういう意味で言うとね、飛龍殿の方にはそれはないんですよね。構造的なものは、熱海殺人事件はさっきも言ったように刑事が刑事であるためには犯人が必要だし、犯人が犯人であるためには刑事が必要で、お互いをお互いが必要としているから、ある瞬間どっちかがいなくなってしまうと、もう一方もいなくなってしまう。つまりどちらかがどちらかをお互いに求めているという構造の上で、この罵る刑事と罵られる犯人は同格なんですね。そういうことがね、非常に巧まれていると言ってるんですね。だから構成が巧みだと言っているというような感じじゃないでしょうか。なんでまあ概ね絶賛ですね、うん、いいんじゃないっていう感じ。ただ若すぎてこの後どうなるかわからないとみんなおっしゃっておられるという感じで、不安だって、はい、まあでもね、その後大活躍なさいましたからね、これは良かったんじゃないでしょうかね。塚さんは史上最年少で、この当時最年少ですけど25歳受賞、25歳、さっきさ1個だけ言わせちゃったんだけどさ、はい、なんで殺される愛子がいないのか、うん、つまりその父兄が演じるのかっていう話なんだけど、うん、どう思います？なんでだろう、まあ単純に死んだからなんですけど、うんうん、なんかそのブサイクでどうのこうのってめちゃくちゃ出てくるじゃないですか、なんかそれをこの人だよっていうのを具体的に示すのを避けたのかなって思います、うん、そうだと思います、それもありますね。あのブサイク、すげえブサイクだって言って、うん、だけど実際は出てこないんですよね、その人自身、うん、その写真とかももちろん出てこないし、
だから出てこないことでどんだけの不細工なんだろうってまず想像できるってことももちろんあるし、うん、あの高を測ってるんですよね、うん、その観客の想像力によるじゃないですか、うん、どれだけブサイクかは、うん、その人のイマジネーションの中にある最大のブサイクだということは一つある。それは確かに演劇的な仕掛けなんだね、うん、でもう一つね、単純に考えるとね、うん、やっぱりいないんじゃないかって思うんですよね、うん、殺された愛子って本当にいたんだろうかっていうことは一つ考えますね。もちろん物語上では、うん、あのあれは殺人だって話になってるんですけど、うんうん、構造として考えた時、つまりそのみんなこれね、竹内十一郎さんの時のに喋った存在しない女の話と被るんですけど、まあみんな大体同じようなこと考えると思うんですが、つまりさっき言ったね、つまりその刑事が犯人を求めている、犯人も刑事を求めているっていう依存する関係の中でさ、っていうのをもう一段掘り下げて考えると、つまりそこでは殺人が起きていてほしかったわけで、ね、殺人事件というものがあるからこそ、そうですね、犯人は誕生するし、刑事は犯人を求めるじゃない、うん、でもじゃあその殺人事件というものを成立させるために必要な被害者っていうのが本来必要なんだよね、うんうん、だから被害者を求めてるの本当はみんな、刑事も元をたどれば、うん、刑事も犯人も本当に求めてるのは被害者なんだよね、うんうん、だから愛子なの、不細工だと言っている、うんうん、ところがその愛子は舞台上に登場しないでしょ。果たしてあの話最後まで読んだ時に、あのデンベイが本当に刑事だったかどうかってことが最後揺らぐじゃない、うん、あれこの人ただの気が違った人だったんじゃないかってことになる、うん、た時デンベイが本当に求めていたのは愛子でしょ、うん、つまり犯人がいるということは被害者がいる、殺された女がいる、うん、その殺された女こそみんなが求めていたわけじゃん、うん、でもその女っているのかな本当はっていうところに多分つながっていくんですよね。だから愛子って本当はいないんじゃないか、殺されたものなんて本当はどこにもいないんじゃないかっていうところまでは、おそらくねこれは視野に入れてるんじゃないかなと、偶然ではないと思う。それを天皇聖壇の読み替えだとかね、多別部落の例えだとかいうのはちょっと読みすぎというか、まあ例えすぎと思うんですまあでもそういうふうに読めるぐらいの懐の深さを持ってはいるけど、それは多分そこまでは考えてないと思う。ただみんなが本当に求めたのは、あえてブサイクだブサイクだって言って、うんうん、言っている愛子でしょ、うん、でさらにそれも深い、もうここまで究極に深読みすると、なぜブサイクだブサイクだ、あんなんじゃない、これじゃないはずだって言うかってことだよね、うん、だからそれは多分いないからなんですよ。つまり あのあれはね、そういうフェミニズム的な文脈を外して考えてもね、うん、つまり仮にですよ、うん、どんな絶世の美女が被害者の愛子でも、うんうん、あいつらはこんな不細工なわけないって多分言うんです。あそれはね、そこに最高の理想を求めてるから、ね、自分が犯人、自分が刑事、自分が自分として成立してもいい、うん、一番の大元は被害者の愛子、うんうんうん、その愛子がこんな顔なわけないってね、うん、それはね自分の理想なんですよ。あ最も理想とする自分が一番その人にいてほしい、その人がいなければ自分はいなくなってしまうっていう存在だからこそ、もっといい女のはず、もっといい女のはずっておそらく言うんだね。でそれは再現がないんですよ。もっと素晴らしいもののはずだ。なんでかというと、その人が自分を自分として成立させてくれているんだから、うん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 、それね神様なんです。だから あそこで言ってるブスだブスだって言ってる求めてる愛子っていうのは本当は存在しなくて、彼ら全員が求めてる自分をその世界に存在させてくれる神なんですよね。イデア、理想、存在しないもののことです、うん、つまり究極の理想は存在しないでしょ、うんうんうん、だから多分愛子は現れないし、愛子はブサイクだというんですね。あそこで言うブスっていうのはね、多分ね、まあもちろんあの一番刑事化的な意味、うん、卑近な意味では単純にブスなんです、うん、だからこんなブスじゃ事件にならねえよって、そこが一番あの話の面白いところ、うん、まあ言ってみればね。だけどそれをまあ言ってみれば誤解のレベルでめちゃくちゃ深読みすれば、愛子は存在しないんですね。でどんな絶世の美女の仮に女が現れてもブスだってきっと言うんです。それは自分の理想には届かないから、どんな美女でも、なぜならいないから、その理想の女は、というところまで読むとなんかそれっぽいだけど、まあ、っていう風に深読みするのがまあ醍醐味ですね。こういうのね、それが本当かとか、それは実際どうなんだということじゃなく、そこまで読めればまあ、結構戯曲というのは面白く読めるというところがありますねっていうことですね、はい、まあ、そういうふうに誤解できるぐらいの余地を残している懐の深さを持っている戯曲だということは言えるのではないでしょうか。おまとまりましたかね。いい感じのまとめ、ピンポンってなりました、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。